縄火曜日夜9時を回りました。この時間は川光愛のアニマルカンパニーをお届けします。この番組は猫好きの私川光愛がその輪を広げ、猫以外の動物もめでながら、動物好きとそうじゃない人も巻き込みつつお届けする番組です。また FM コザでは月曜日お昼1時から再放送でお届けしています。ということで FM コザでお聞きの皆さんはこんにちはの時間帯でございます。FM ギナワンでお楽しみの皆さんはこの後夜9時55分頃までどうぞお付き合いください。ゆたしくです。この番組はユーストリームで音声を配信しています。 FM ギナワンのホームページから見ることができますので、あ、聞くことができますのでだよねそちらでもお楽しみください。さて沖縄は梅雨明けしてますね。もう早いというか、まあ例年通りどうだったんだろう。沖縄はね、夏になるのがほんと早いですよね。冬が終わったらなんか気候的にはもう春を感じる間もなく夏っぽい感じだもんね。私は関東にいることが最近多いんですけど、初めてね今年春を体験しまして、なんかね春ってイメージ的にこうポカポカしてる、なんかお花もいっぱい咲いてるし、生き物たちも増えるし、ポカポカ暖かい陽気で過ごしやすいんだろうなって思ってたんですけど、初めての春はなんだかイメージと違いましたねなんだろうな、正直春は好きじゃないですなんかね、あの冬が長い感じがするんですよね。関東とか東京とか神奈川の方にいるんだけど、なんかね冬終わったんだけど、夜とかがやっぱりね冬って感じるぐらい私にとっては冷え込むから、なんかねまだ冬終わらない、まだ冬終わらないっていうのが続いているのが春で、これ苦手だなって思いましたねやっぱなんかこの沖縄のね気候が、まあ、長年ね生まれ育った島ですから合ってるんだろうなと思うんだけど、やっぱり1年の中で春か秋がいいなと思ってたんですけど、実際の春は、そんなに好きじゃなかったので、1年の中で好きな季節は秋が一番ですね。まあ言っても沖縄も秋短いですけどね、そんなに感じられないけど、あの暖かいのからちょっと冷え込む寒くなるっていうあれは好きですね。まあでも関東も梅雨はまだ入ってて雨は降ってますが、夜もそんなに冷え込むことなく、ちょっとね肌寒くというか風が冷たく感じる時もまだありますけど、まあ比較的暖かくなって過ごしやすくなってきましたね。皆さんも風邪などひかないように体調には十分気をつけて、6月21日火曜日です。6月も残すところもうあと1週間ちょいですね。頑張ってまいりましょう。さて川光愛のアニマルカンパニー、この番組は動物と暮らすをテーマにお届けします。募集中のメッセージテーマは、先週ですね動物愛護についてちょっとお話をしていたんですが、動物愛護ってどう思いますかという、問いかけに、メッセージをいただけたので、そちらも紹介しながら前半お届けしたいなと思います。そしていつものアニマルニュース、そして今夜はね新コーナーをお届けしたいなと思います。よく聞く感じだけど、アニカンお悩み相談局というタイトルで、動物に対して悩みがある、こんなこと悩んでます、どうやって解決できますかっていうことをいろいろ調べて解決していこうじゃないかというコーナーです。こちらは後半でお届けしますのでお楽しみに。そしていつものアニマル大喜利もありますよ。今夜のお題は新しいお題ですね。梅雨入り宣言、動物たちが嫌がった理由とは、でお届けします。まあ梅雨入り宣言といっても沖縄は梅雨明けちゃったけどね、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、このお題で今週は行きたいなと思います。それでは川光愛のアニマルカンパニー、今夜もスタートです。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と
ペットボックス沖縄の提供でお送りします。のアニマルカンパニー。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい。沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。中部で生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのためにお近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー。アニカンアニマルニュース。アニカンアニマルニュース。最近目にして気になった動物ニュースをお伝えします。まずはこのニュースから。最近本当に、まあ、時期が時期というのもありますが、この手の事件ニュースは本当ひっきりなしに起きますね。子猫3匹神社に置き去り。長野県の神社の境内で6月3日頃、子猫3匹が段ボールに入れられて遺棄されているのが見つかり、環境 NGO ライフインベスティゲーションエージェンシーは14日、動物愛護法違反容疑で警察に告発しました。この NGO の代表者によると、子猫はいずれも生後1ヶ月未満、保護した際、大量の目やにで目が開かない状態で自力でほとんど動けず発熱していたといいます。一日発見が遅れていたら死んでいたと話しています。子猫たちは現在 NGO の施設で保護されており、元気に走り回っているということです。長野県内では4月にも長野市内の山中で20匹以上の猫が遺棄されているのが見つかっています。同 NGO の代表者は、小さい命が軽視されていると思われる行為が多くて憤りを感じる。飼い主は責任を持って動物と接してほしいと訴えました。この保護施設では、子猫の他にも犬や鳥などの引き取り手を探しているそうです。また子猫遺棄ですね。動物の遺棄は犯罪ですということは、この番組でもね、何度か、取り上げていますが、動物を捨てるという行為が本当になくならないですね。今時期的にも子猫が本当に生まれる時期で、あちこちの地域とかでも子猫が多いなって感じるところもあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ野良猫はね、まだしもね、どこで生まれた子をこう神社に置き去りにしているのかっていうのはね、本当許しがたいですよ。で、長野県ですね。長野市内では4月にも同様の事件が起きています。こちらは、前に番組でも紹介させてもらったんですけど、猫21匹山中で捕獲、遺棄容疑で県警捜査と、番組でも紹介しました。長野市の山中、特定の場所で計21匹の猫が相次いで見つかり、市保健所が保護しているというニュースがありました。
今は、元気よくその保護された保健所で猫たちは過ごしているということなのですが、保護された猫は皆雑種で人慣れした様子であることから、特定の人がまとめて捨てた可能性が高いと見て捜査が進められていました。この事件があってもう2ヶ月経たないうちに、またこのね、猫の置き去り事件があるということで、こうやって NGO の方だったり、長野市内でも長野県内でもしっかり活動されている動物愛護について啓発活動を行っている方がいらっしゃるにもかかわらず、やっぱりね、捨てる人は後を絶たないということが悲しいですね。早くこの子猫たちにも新しい家族が見つかるように願っています。ちょっと悲しいニュースが最初になったんですが、心温まるニュースもありました。引いたカエルを飛行機で搬送、約800キロ離れた専門の動物病院へ。芝刈り機で誤ってカエルを引いてしまった女性が、およそ800キロも離れた動物病院へそのカエルを飛行機で搬送しました。このカエルは絶滅種のアオガエル。アオガエルの頭に大きな損傷を負わせてしまったことに気づいた女性が、オーストラリアのケアンズにあるカエル専門の病院へ運ぶことを決めたといいます。しかしこのカエル、病院に到着した際、引かれた怪我だけでなく2種の内部寄生虫に侵されていたことが発覚します。病院の会長は、思いやりと共感の心こそ地球の未来がかかっているようなものなのです。人々が助けを必要としている人や小さな命を気にも留めないようなのであれば、我々種族も助けてもらう資格はありませんと、カエルを助けた女性の行動を称賛しました。このアオガエルは治療によって完治に至ったということです。カエルにね、怪我を負わせて病院に連れて行こうというこの心、なかなかねないですよね。こう行動できるというのがすごいなと思います。で、絶滅種のアオガエルを救ったと。で、その怪我だけじゃなく別の病気にも侵されていたので、よりカエルの命を救うことができたという。しかも800キロを飛行機で搬送なんて、そう簡単にできることじゃないですよね。小さな命でも、どんな命でも同じ命だとこの女性が思ってしっかり行動した結果なんじゃないかなと、とても心温まるいいニュースでした。今日は長野県内の子猫3匹神社に置き去りのニュース、そして引いたカエルを病院で搬送した女性、2つのニュースお届けしました。以上、アニマルニュースのコーナーでした。川光愛のアニマルカンパニー、アニカンお届けしています。さて、先週ですね、私のちょっと身の回りであった出来事から、動物愛護ということについてお話をしました。動物愛護ってでもね、聞くとなんか硬いと言いますか、なんか難しかったりっていう印象を受ける方も多いんじゃないかなと思います。動物愛護ってどこまでが動物を愛護することになるんだろう。例えば動物をペットとしてね、飼ってる方多いと思います。もちろんというか、私も猫と一緒にずっと暮らしていて、猫を飼ってもいます。動物を飼ってる方の多くは、飼っているというよりも家族として一緒に暮らしているという感覚の方がね、多いかなと思うんですが、例えばそれも動物たちを縛っていることにならないのか、狭い家の中で暮らすことは動物愛護につながるのかとか、動物愛護というならば、まあ鳥だったり牛だったり豚だったり、そういう動物を、まあ、いわゆる家畜動物と言われますが、そういう動物たちを食べること、食することは動物愛護に反していないのかとか、動物愛護という言葉に批判的な意見っていうと、ちょっとそっ
そういう方々を批判しているように聞こえてしまうかもしれませんが、そうじゃないです。ただ批判的な意見を持っている方にとってはそういうふうに見られる方も多いんじゃないかなと思ったりするんですが、皆さんにとっては動物愛護という言葉どう捉えているか、どう感じていますかということで、先週ラジオの方で問いかけをしたところ、メッセージいただきましたよ。愛社長、関東にいる日々が増えてついに家猫飼うことを考えてませんか。アニカンネーム青に夢中です。といつもありがとうございます。募集中のテーマ動物愛護ですが、辞書による定義は下記のようになっています。動物を人間と同一視しようとする理念に基づき、動物を大切にし愛そうとする精神。私からするとこの定義は表現の幅が広くて人間のエゴが出ている感じがします。自分で考える動物愛護は、自分の考える動物愛護は最後まで見届けること、一緒に生活する過程で起こる全てを受け入れて対処し他人を巻き込まないこと、ただかわいそうだから、かわいいから動物愛護にはならないと思います。愛社長、テーマの動物愛護について的確に文面化したサイトがありますので一度、ご覧ください。ヤフー検索で動物愛護、画面一番下の検索ツール動物愛護とはをクリックしてください。すると地球生物会議アライブ動物保護活動における用語の定義が出てきますのでご覧ください。今起こっている問題の本質が見えてくると思います。アニムチューさん、ありがとうございます。動物に対してのそういう法律だったりとか動物愛護法もありますが、そういうのって最初はやっぱり人間の目線というか、最近ではね、徐々に改定されたりして動物により寄り添った法を作っていけている部分もあるんじゃないかなと思うのですが、やっぱり最初は人間の目線で人間に利点があるように書かれていることが、多かったんじゃないかなって私も感じます。それは実際にね、実際にというか、人間のエゴじゃないかなと、やっぱり青に夢中さんが感じているように私もそう感じることがありました。動物愛護法って大体がその努めなければならないというふうに文章が締められていることが多くて、努めなければならないというのは必ずそうしなさいではなく、そう努力をする、これが、実際に行われなくても法に反することにはならないが、こうするように努力しましょうっていうのが結構多かったんですよね。ですが動物の遺棄、動物虐待は犯罪ですというふうにしっかり法が改定されてから、そういった行為は罰則に値しますという法律になって、やってはいけませんという縛りがより強くなったんじゃないかなと思います。それは動物たちにとってもいいことですし、人間にとってもそうするのがいけないっていうのがしっかり道徳心を育てることにつながるんじゃないかなと思うので、動物虐待はもちろんダメですが、動物を捨てるという行為、中には泣く泣くっていう方もいるんじゃないかなって考えます。だからといっていいということには絶対ならないですが、どうしても飼えなくて、どうしてもここに置いていかないといけなくてって心苦しく思いながらも置き去りにする方もいるんじゃないでしょうか。そういった方はこれが犯罪なんだということを今一度踏まえて置いてもらえると、その行動にはならないんじゃないかなと思います。本当はね、どんな理由があっても動物を遺棄すること、動物を捨てる、置き去りにすることはやってはいけない行為です。法に違反する違反しないにかかわらず命を置き去りにするっていうのはやってはいけないと思うんですよね。きっとその子は一緒に暮らしていて事情があって飼えなくなってしまった、でも家族の一員だったでしょうし、
もしくは家族の一員である猫が産んだ子供かもしれないです。犬でもそうですけど、そういった子犬子猫、自分の家族の子供をうちでは飼えないから、この子だけで手一杯だからと言って手放すっていうのは、捨てるっていう行為ではあってはいけないと思うんですね。しっかり新しい家族を見つけてあげるっていうのが、その子を飼う、その子と一緒に暮らすっていうことを決意した飼い主さんの責任になるので、ね、ただこの人間のエゴっていうのはどうしても人間目線でね、法律も決められていきますし、動物に寄り添っていってるとはいえ人間が考えてる法律ですから、動物にとってどれだけいいのかというのは本当に想像しながら、しっかり動物に寄り添いながらどんどん改定して良くしていく必要があるんじゃないかなと思いますが、このサイト後で拝見してみたいと思います。地球生物会議アライブ動物保護活動における用語の定義と、私もねこのサイトを実はちょろっと見たことがありますが、後で改めて見させていただきます。ありがとうございます、青に夢中さん。そしてもう一つ、アニカンネームじゅんさんからありがとうございます。あいちゃんこんばんは。動物愛護についてもちろん関心はあります。猫へのひどすぎる虐待などニュースを見るたびに、どうしてこんなことをするのか全く理解ができません。数日前、自宅の前に生まれたばかりと思われるスズメが警戒心もなく地面にいました。親鳥と思われるスズメがとても騒いでまして、人間の匂いがつかぬよう木の棒に止まらせて少し高い木の上に移したところ、親鳥が速攻で来て守ってました。少しは飛べるようなので、親鳥の後をふらふらともっと高い木の上に行くのを見て安心しましたよ。後で親鳥に怒られたのではないでしょうか。せっかく生まれたのに襲われてはかわいそうですからね。これも動物愛護になりますかねと。それももちろんそうだと思います。そのまま地面にいてはね、もしかしたら本当に私たちに想像つかないような危険があったかもしれませんし、このしっかりね手で触ってこう木の棒にということではなくて、じゅんさんはこう人の匂いがつかないように、親鳥がねその人の匂いを嫌うかもしれないということまで考慮した上で、木の棒にこうなんとかスズメの赤ちゃんを子供を止まらせて、ちょっとだけ高めの木の上にこう移してあげるっていう、このいろんな優しさがね垣間見えますね。親鳥は心配したかもしれませんが、いい動物愛護だったんじゃないかなと私は思います。こうやって小さな命にでも普段は目を配らないような動物たちにも少し心を寄せてあげるだけで、少しでも多くの命がちょっとずつ幸せになるんじゃないかなと思います。もしかしたらこのじゅんさんが言うスズメの子供もほっといてもよかったかもしれない。そこで親鳥がもしかしたら何かを試していたかもしれないですし、本当にこう子供が迷子になってというか、ちょっと宅地に失敗したのか、自宅のじゅんさんの前にいたのかもしれないですし、それはスズメの生態とかどういうふうに考えていくかっていうのはありますが、そのままほっとくと会わなくていい危険に遭っていたかもしれないし、それが野生と、それが野良の宿命というのも、なんだかこうアマゾンとかね、そういう森の中とかじゃない都会の普通の住宅街の真ん中で起きた出来事では、それをねスルーしていくのはちょっと悲しいかなと。もしかしたらさっき言ったように親鳥が何か試していたかもしれないし、何か理由があったかもしれないけど、そこにね思いを巡らせるよりは、私はじゅんさんの行動が良かったんじゃないかなと思います。もしね何かやっていたんだったら、また改めてどっかでやるでしょうしね、また別の場所でで危険だったら親鳥が助けに来るでしょうし、なんかねそれをスルーするっていう心じゃない方が私はいいんじゃないかなって思います。
今日のカエルのニュースもそうですけど、引いたカエルをね、頭に怪我を負わせてしまったから病院に搬送するっていう。カエルはどちらかというと野生の動物というふうに捉えている方がきっと多くて、私も自宅で飼っている方、カエルが好きでっていう方もいると思うんですけど、私にとってはやっぱり外にいる生き物っていう印象が強いんですよね。で、猫とか犬とかはやっぱり愛玩動物って言われていますし、愛護動物としてこう人間の生活により近い動物だなと思うんですけど、その犬や猫でさえ車にひかれたりしても何もしない方が本当に多くて、例えば引いてしまった後に生きているんだったら病院に連れて行くとか、もし引いて死んでしまっていたとしても何かそのままね道路の真ん中に放置するんじゃなくて、できることはもちろんあるわけなのに、それをしない方が圧倒的に多いわけなんです。でもこのオーストラリアの女性はカエルを引いて病院まで、専門の病院がしかも800キロも離れているのに飛行機で連れていくという、なかなかできない行動をきっと自然にやったんじゃないかなってこのニュースを見て思ったんですよね。ジュンさんの行動もきっと自然にやった行動だったと思いますし、小さな生き物、大きな生き物、どんな生き物にでもそうやって平等にちゃんと気持ちを寄せられるような人が増えればいいなと思います。動物愛護どう思いますか？皆さんは動物愛護関心があるでしょうか？少し遠いところの出来事のように感じるでしょうか？どんな命も私たちと同じ命を持った生き物である、動物であるということを踏まえた上で、そういった命が無限にされるのではなく、よりよく守られていくような世の中になってほしいなと、そうしたいなと思います。動物愛護について先週に引き続きまたちょっとお話をさせていただきました。後半は新コーナーと、そしてアニマル奥義をお届けしたいなと思います。それでは一旦 CM です。アニカ、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。アクアバンクのサーバーに水道水を注ぐだけでミネラル水素水に大変身。月額3980円で使い放題、飲み放題。フリーダイヤル0120-81-0432。はい、おいしい水アクアバンク沖縄まで。あー、おいしい沖縄のラーメンなら屋台赤道ラーメン。チューブで生まれて25年、醤油に味噌に豚骨塩、新食感の極太つけ麺、自家製麺で歯ごたえしっかり、餃子にチャーハン、お得なタイムセールもバッチリ充実。グループ圏内8店舗、どこでも美味しさ味わえます。ごちそうさまでした。屋台赤道ラーメン。ペットボックス、ペットボックスではお得な特典をご用意しております。無料フード交換サービス、1週間の生態保証、毎週日曜日午後3時まで 5% オフ、地域限定無料配達。快適なペットライフのために、お近くのペットボックスへ。川光愛のアニマルカンパニー、アニマル大喜利。アニマル大喜利です。今週のお題は、梅雨入り宣言、動物たちが嫌がった理由とはです。まあ沖縄はね、もうすでに梅雨明けてしまいましたが、まあ今週は梅雨入り宣言ということで、動物たちが嫌がった理由とはでお届けします。まずはこの方、アニカンネームハニ太郎さんからいただきました。ありがとうございます。アニマル大喜利お題、
梅雨入り宣言、動物たちが嫌がった理由とは。洗濯物の部屋干しの匂いが気になる。え、これ動物も？動物たちもそう？何を干してるの？洋服？アニタロウさん、何を干してるんですか？続いてこの方、アニカンネーム、ジュンさんからいただきました。ありがとうございます。アニマル大喜利お題、梅雨入り宣言、動物たちが嫌がった理由とは？巣に溜まった雨水をかき出す役目に指名されるかもしれないから。こういうのあるよね、台風の後の掃除とかね。あの学生の頃、小学校とか中学校とかよくやってましたけど、なかなかね大変なんだよね。でも私結構ね好きでした、この雨の後の掃除。なんかね、楽しくないですか？台風の日って警戒しないといけないよ、警戒しないといけないんだけど、やっぱ学生の頃とかちょっと天気悪いと、あ、今日はお家から出なくていい、一日中漫画読んでてもテレビ見てても怒られないみたいな、そして快適な部屋の中で過ごせるっていう、なんか楽しさありましたよね。なんかその後に、なんだろう、一日でも部屋から出られないと、なんかちょっと外に出たいみたいな感じになりません？わかんない、私も出たいのか出たくないのかよくわかんなくなったけど、その後出てこう、なんだろう、汚れるのもそんなに気にせず、こうなんていうの、水を片付けるのが楽しかった。ちょっと何言ってるかよくわかんなくなっちゃったけど、巣に溜まった雨水をかき出す役目っていうのがあるんだね。あの雪かきみたいなもんかな、雪が降った時。あ、雪かきしないからよくわかんないけど。じゅんさん、ありがとうございます。さて続いて、あ、この方毎回送ってきてくれるけどどうなんだろう。60トライブネーム、69ネーム、ビンゴさんからいただきました。今回は回答だけ送ってみたぞ、どんなお題か当ててみろ。え、私が来週は今週のお題の答え合わせと答え合わせをします。あ、回答と答え合わせをしますと。私は別にお題回答しないけど、せっかくだから一個だけ読んでみる。回答だけ書いていただいているので、私のお題に合うかどうかだよね。ビンゴさんはビンゴさんなりのお題を考えて送ってきてくれてるわけですけども、一応読んでみよう。アニマル大喜利お題、絶対合わないな、梅雨入り宣言、動物たちが嫌がった理由とは。裸エプロン。ほら、これできっと皆さんにもビンゴさんがどんな大喜利のメッセージを送ってきてくれてるかなんとなく想像ができたはずです。これに合うお題はよくわかりません。あのアニマル大喜利にね沿って送ってきてくれるといいんだけどな。そこでちょっとねボケてもらえるといいんだけど、何かな、通じないな。毎週聞いて送ってきてくれてるのにな。聞いてないのか実は。いや、ちゃんと放送で話したこともあのメッセージにね入れてきてくれるから、聞いてくれてはいるんだよね、謎。最後になりますね、このメッセージいきましょう。青に夢中さんからです。いつもありがとうございます。アニマル大喜利お題、梅雨入り宣言、動物たちが嫌がった理由とは。大好きなカリカリが湿気で歯にくっついて感触が楽しめない。これ残念、すごい嫌がる。これは本当嫌だね。カリカリがふにゃーふにゃーじゃ食事は楽しくないよね。人だとしけたポテトチップスを食べるのと同じことだから。愛社長はしなしなのポテトチップス好きそうだよね。想像だけど、実際にはどちらと。好きですね、しなしなでも。むしろポテトチップスしけてても全然いいですけど、ポテトフライとかはしなしなのふにゃふにゃのやつ割と好きです。
さて、大喜利への参加、皆さんありがとうございました。来週はアニマル大喜利、お題が変わりますよ。実は私ね、ズートピアというディズニーのね映画を見に行きまして、なかなか面白かったんですよ。で、そこのズートピアっていうのは、肉食動物と草食動物が一緒にね暮らすことができているという世界で、誰でも何にでもなれるというのがキーワードになっているんです、ズートピア。なのでこれをちょっと取り入れて、誰でも何にでもなれるということで、皆さんには何かになってもらいます。例えば、私は猫ですとか、私は犬です、私は猿です、私はウサギですとか、何かになって回答してもらいます。その何かは皆さん自身で決めてもらいたいです。私は〇〇です。そしたら、私が将来は何になりたいですかと聞きますので、その決めた〇〇、猫とか犬とか猿とか、その気持ちになって、将来は何になりたいって言われた時に、こうなりたいと回答をしてください。あ、なんかちょっと焦点風になった。いや、おこがましいですね。そんなことはないです。ちょっと聞く感じの方向でちょっとやってみたいなと思います。私は〇〇です。将来は何になりたいですかと聞くので、一言返してもらえればなと思います。ちょっと今までと違ったテイストのアニマル大喜利ですが、ぜひ皆さんの参加お待ちしておりますよ。番組の公式のツイッターでもアニマル大喜利のお題改めて告知しますので、ぜひ、見て送ってきてください。メールアドレスはanimal@fmgino1.com です。お待ちしています。以上、アニマル大喜利のコーナーでした。続いてはこのコーナーです。アニカンお悩み相談局。アニカンお悩み相談局、新コーナーです。動物と暮らす上での悩み、その悩みを解決する術を見つけようというコーナー。まあよくある感じのやつですが、悩みを解消していきましょうというコーナーでございます。そのまんまですね。今月のお悩みは、犬の脱走癖を直したいです。ワンちゃんを飼ってる方はね、こうドアを開けると飛び出していくとか、外に出たがるなんてワンちゃん多いんじゃないでしょうか。そんなワンちゃんの脱走癖を直したいというお悩みを解決する術を見つけていきます。そもそもなぜ脱走するのかということなんですが、好奇心が旺盛なワンちゃんなら、外に動くものや景色に興味を持って外に出たいという気持ちから、隙あらば脱走しようと考えているのかもしれません。もしくは、一度脱走した時に飼い主さんが愛犬の、まあ、犬自身にとっては自分の名前を呼んで追いかけてくることを、犬は飼い主が喜んでる、楽しいんだと勘違いします。そして楽しい遊びだと学習してしまったワンちゃんは脱走を繰り返すということも考えられます。または大きな音に驚いたり怖がったりすると、恐怖から逃げるために脱走するなんてこともあります。その脱走癖、なぜ脱走するのかということを踏まえて考えていきたいなと思いますが、脱走癖を直すためには、どんな時でも脱走することのないようにしつけをする必要があります。待てや恋を自宅だけでなく、外などいろいろな場所で指示が聞けるようにしつけをします。そうすると脱走を防ぐことが可能になります。もし愛犬が脱走しても、名前を呼んだり追いかけたりしないようにしましょう。犬は追いかけられると逃げる習性があります。そんな時はなるべく慌てず、犬とは逆方向に行って愛犬の気を引きつけるようにしましょう。恐怖心による脱走の場合は、その恐怖を取り除いてあげることが必要です。
何が怖いと感じているのか、愛犬をしっかり観察して見極めましょう。好奇心による脱走の場合は、その欲求を満たしてあげるようにするといいかもしれません。外で遊ぶ時間を増やしてあげたり、散歩コースを変えたりと、日常に刺激を与えることで、ワンちゃんも外に行きたいという気持ちが満たされていくことがあります。ワンちゃんをしっかり観察して何を求めているかを考えて、その欲求を満たしてあげましょう。そして万が一迷子になったら、地域の保健所や愛護センターへの連絡を忘れずに必ずするようにしましょう。脱走癖を治すには、なぜ外に出たがるのか、愛犬をしっかり観察する必要があります。ですが、その前に待てや来いなどをどんな状況でもしっかりと聞けるように、自宅での訓練はもちろんですが、外など騒がしい場所でもしっかり飼い主さんの指示、言うことを聞けるように、ワンちゃんと一緒に頑張ってみてください。犬の脱走癖を直したい、まずは待て来いのしつけをしっかりする。そしてなぜ脱走するのか、外に行きたいという好奇心からなのか、何かに怯えてびっくりするときにそういった行動に出るのか、脱走した時の飼い主さんの行動で楽しいと思ってしまっているのか、どこを改善すればいいのか、しっかり観察し、愛犬と向き合ってワンちゃんの脱走癖直してあげてください。アニカンお悩み相談局、第1回目のお悩みは、犬の脱走癖を直したいでお届けしました。愛のアニマルカンパニー、アニマルカンパニー川光愛がお届けしています。アニマルエピソード聞いてますよ。愛社長、深夜放送のアニメにハマって寝不足の日々を過ごしていませんか。アニカンネーム青に夢中です。いつもありがとうございます。深夜アニメにハマっているわけじゃないんですけど、最近ね、漫画を夜読むことが多いので、若干ね、寝不足気味です東京でもラジオ局のギャラリースペースではないけれど、何箇所かサテライトスタジオがあり、生放送を見学することができます。そこでよく会う小型犬と大型犬のコンビが絶妙で、見ていて微笑ましいです。基本大型犬はずっと寝ていて動きません。基本小型犬はひたすら近づいてくる人に構ってもらってます。しかし、この大型犬は小型犬が人のズボンの裾を引っ張ったりしていると、小型犬を人から引き離して周りに迷惑をかけないように動き出します。よくできた犬様です。それなので飼い主さんは放送を集中して楽しんでいます。愛社長、一度会いたくなったでしょう。やはり人と同じでしつけ大切です。ありがとうございます。本当に会いたくなった。どこのスタジオだろう。東京だから行けなくもないかもしれません。サテライトスタジオか。小型犬と大型犬のコンビいいですね。飼い主さんが連れてきてて、でそこで待機させて飼い主さんが放送しているわけなんですね。大型犬の君はしっかりしつけされてますね。確かにこうね、多分弟か妹か分かんないけど、下の子をこう面倒見てるような感じなんでしょうね。図らずも、まあ俺が見てやらないとダメかなみたいな、いやなんか男の子なイメージだったけど、いいな、ほっこりしますね、こういうのはね。大きい犬とちっちゃい犬とか、大きい犬とちっちゃい猫とか、なんかそういうね、動物動物のコンビっていいですよね。やっぱりね、動物の中でも仲のいい子っ
ていうのがね出てくるんですよね。みんな仲良しだけど比較的やっぱりこの子と一緒にいることがほとんどとか、寄り添って寝るのはこの子とか、やっぱりなんかね猫同士の相性とかそういう好みとかもあるんでしょうね。青に夢中さんありがとうございます。かわいいアニマル動物エピソードでしたね。続いてこの方 81.8 川光アンリ本当のアニマルカンパニーネームビンゴさんからです。いつもありがとうございます。これ読めないんだけど、すんごい難しい感じで、なんて読むかわかるよねって書いてある。これなんだろう、なんだろう、なんだろう。相変わらずしっかり聞いてくれているようなメッセージが続いていますが、番組は聞きながら、私の先週の反論に対しての反論がありながらメッセージ書かれていますが、あ、この辺は読めるかな。そういえば整合性のない内容のツイッター投稿もありましたね。この番組を収録して1時間半で東京に着くわけねだろう。まるで不倫をするときに使う常套手段じゃねえかよ。普通おかしいって気づくだろうと。これあれですよね、先週の収録日にはもう東京戻ってきてたんですよ本当はね。で、前日に多分沖縄そばの画像を一緒に載せてあげたんだと思うんだけど、ツイッターに収録日の前日に東京の方に来てて、でだからその来る前夜に沖縄そば食べたんだよね。で東京戻ってきて、で、朝の10時ぐらいから収録して、でお昼頃収録終わってから東京戻ってきたよってあげたんですよ。だから私ね、その場でねツイッターしないっていうのがちょこちょこあるから、リアルタイムじゃない時があるんですよね。ただ東京戻ってきたよっていうのはお知らせしたくて、今ここに来たよっていうのはね、みんなにも報告までじゃないけどなんかね載せたくて、まあ載せはするんですけどね。そういうことでいいでしょうか、ビンゴさん、分かってくれたかな。あれは前日で、収録はちゃんと時間通りに行ってますよ、みんなにお知らせした通りにね。大丈夫、絶対また反論されるよねこれね。ビンゴさん恐ろしいわ、聞いてくれてありがとうございます。最後の今日の締め、ビンゴさん知事何か一言あればお願いしますで締めましょうと。地域によって天候が変わってますが、その都度対策はしっかりしておきましょうと。本当ね、大雨とか洪水で、人が亡くなってしまったなんてニュースもありますから、本当にこれは気をつけた方がいいですね。ビンゴさんやっぱりしっかりするとこはしっかりしてるんですよね。ありがとうございます。皆さんは本当にそれぞれの地域で、天候に左右されずにしっかり対策はビンゴさんの言うように取りましょう。気をつけましょうね。安全は自分の身は自分で守るように気をつけましょう。さて、じゅんさんからふつおたも来てます。東京で NHK で放送予定だったキンクルが大きな地震があったので仕方ないですが流れませんでしたね。番組表で見つけた時はすっごく嬉しくて録画予約もして楽しみにしていたのですが、またの機会に放送してほしいですね。休日には愛ちゃんもお出かけしてリラックスできているようで安心しています。東京ではあと1ヶ月梅雨が続きますので体調に気をつけてくださいね。愛ちゃん収録頑張ってくださいと。いつも本当にありがとうございます。休日はね本当にねリラックスしてます。そう、NHK で沖縄局で放送されたキンクルが、東京で全国版で放送される予定だったんですが、地震がありまして放送が、中止になってしまいましたが、地震速報の方がもちろん大事ですしね、見ながら私もあ、ニュースが切り替わったと思ったんですけど、本当に大きい地震が最近多くて怖いですね。さっきのビンゴさんもありましたが、それぞれの地域でいろいろ天候があったりこう地震があったりとか、ありますので、皆さんニュースとかそういう速報はしっかり、聞き逃さないように漏らさないようにしながら、
気をつけて、本当に気をつけるしかないんですよね。対策は自分で取りながら、気をつけていきましょう。ありがとうございます。さてエンディングです。ワンズパートナーの会さんが行っている譲渡会のお知らせです。 NPO 法人ワンズパートナーの会は、沖縄県の犬猫の殺処分数を減らし、動物たちの命を救うべく活動を続けている団体です。毎週日曜日、ワンズサポート譲渡会を行っています。今月の譲渡会は今週6月26日日曜日です。ペットボックス茶炭店にて、時間は午前11時から午後2時を予定しています。新しい家族を待っているワンちゃんに皆さん会いに行きませんか？ワンズパートナーさんでは、気に入った子が見つかるとそのまま譲渡するのではなく、ドライアル期間が設けられます。一緒に暮らせるかしっかり確認した上で、新しい家族として迎え入れていただきます。犬と一緒に暮らすことを考えている方は、ぜひ一度譲渡会へ足を運んでみてください。ワンズサポート譲渡会は今週6月26日日曜日、ペットボックス茶炭店にて午前11時から午後2時で開催を予定しています。譲渡会場に行かれる際は、譲渡会場時間が変更になることもありますので、 Facebook などで情報を確認してお出かけください。詳しくはワンズパートナーで検索お願いします。ということで、沖縄も梅雨明けしたのでね、雨の心配は少なくなってきたかなと思うんですが、譲渡会は雨天中止になりますので、天気が崩れそうだなっていう時は、行かれる時にはチェックしてからよろしくお願いします。さあ、今週も皆さんメッセージありがとうございました。アニマル大喜利お題が変わりましたので、番組ツイッターの方にねお題あげておきますので、チェックしてアニマル大喜利、そしてアニマルエピソードも募集しています。もちろん普通のお便り、普通お便りも募集中です。ぜひ番組の感想メッセージも合わせて送ってきてください。メールアドレスはanimal@fmginowan.com です。animal アニマル @fmginowan.com までメッセージお願いします。最近はですね、先週話した私の姉が保護したで飼い始めた白猫のね、綿毛の様子が気になって仕方がない私です。もうね、子猫を見るのが久しぶりで、で成長していくのがね楽しいんですよね。姉から今日はこうだったよみたいな、あの画像とかね、メールが来たりしてね、もう可愛いんだよね。もちろんね、あの一緒に暮らしている猫が一番なんだよね。やっぱうちの子が一番なのは変わらないんだけど、子猫は可愛いです。番組でもたまに綿毛の成長を報告させてもらいますねゆたしくお願いします。川光愛のアニマルカンパニー、お届けしたのは川光愛でした。今夜も聞いていただきありがとうございました。それではまた来週です。バイバーイ。アニマルカンパニー、この番組は NPO 法人ワンズパートナーの会、つなぐ沖縄の協力と、ペットボックス沖縄の提供でお送りしました。